朝僕ベロンベロンになって、うん、渋谷歩いてたんですよ、うん、でこうベロンベロンでこうウェーって歩いてたら、うん、急になんかこうってなったんですよ。こうほんで、うん、何やろこれって思ったら、うんうん、めっちゃ臭い匂いしたんですよ、うん、生ゴミ腐ったみたいな、うん、で急にプッってなってクッと思って、うん、何やこれ誰か芸かけよったんかなと思って探しても誰もいいんです。何やろと思ったら、うん、カラス止まっとったんですよ、うん、でお前のババかほら言うたら、うん、カーッって言うてお前がさー言うてお前ババかけんなボケ殺したのかほら言うたらカーッ言うてそれお前言うたら逃げようないんですよ。おー怖いな。でお前殺したのかこっちかほらめはいはいやってたんですよ。ほんなら、うん、後ろから、うん、おいてめえよりよ渋谷のカラスの方がエロいんだよ言われたんですよ。ほんと何やねん誰やねん思ったら、うん、こんなバンダナしたやつやったんですよ、うん、でなんか革パンみたいなやつで、うん、おい来いよこっちとか言われて、うん、ちょっと待って今と思って今なんでと思ってほんでもちょっと怖いしちょっとパッパッと言って今ババかけられたんじゃって言うたら、うんかけられて当たるめえだよお前ちょっとこっち来いよ言って もうどうしたらいいかわからんかったんで、うん、俺ずっとどうしようかなって考えたんですけど、うん、最後もう思いっきり、うん、あー言って帰った。田村、はい、この続き、その後、まあ、その後、うん、友達の家とか泊めてもらったんですけど、友達のお母さんが、まあ、お兄ちゃんとお姉ちゃん連絡ついたんで、兄弟3人一緒に住めということで、家を借りてくれたんですよ。よかったよ。で、あ、まあ、よかったよかった、3人住んでたんですけど、うん、まあ、お金が当然なくて、高校生の時なんですけど、晩ご飯に白ご飯1膳だけあると。その1膳は食べてもいい。ね、はい、それ以外は食べたらあかんみたいな。状況やって、はいはい、だからこのご飯についてお腹膨らさなあかんと、うん、極限まで、うん、どうしようかって3人相談して、うん、噛み続けようっていうことになったんです、うん、米を、うん、ひたすらに、うん、でまあ噛んでたんですよ、うん、ほんだら、まあ、お米ってだんだん甘みがするんですよね、うん、噛み続けたし、うんまあ、やっぱなくなっていくんですよ、うん、みたいなことに、うん、なくなっていくんですけど、うん、その噛み続けたら、うん、もう一瞬ふわってする瞬間ある、うん上がるんですよ。上がった。はい。でこれをすごい発見やして、田村家では味の向こう側って呼んでる。そうですね。結構前なんですけど、うん、僕ダウンタウンがまだ東京大阪をまあまあこう行ったり来たりしてるぐらいの頃やったんですけど、まあこれね正直僕結構スキャンダルを抱えてまして、でこれがバレたらもうちょっとうわもうシャレならんなみたいなことがあったんですよ。でもうバレたらどうしようみたいに思った時やったんです。で当時大阪でラジオをやってて、でそのまあまあまあそんなことも言うててもしょうがないから仕事は一生懸命やらなあかんわって車で自分で一人で運転して忘れもしませんよ占領下にあった毎日放送、はい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 、車でバー向かっていやもうすぐ着くってなったらその毎日放送の前で照明がバーってついてカメラうわーって芸能レポーターが2人ぐらいでしたけどね いるんですよ、はい、あかん、はいうん、絶対あかんと思って折れちゃうやろな折れちゃうやろなと思ってお願いしながらもこう運転して行ったらもう止められて窓コン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 、はあ、最悪や、はあ、もうちょっともう声も震え気味でブイーだけで何ですかって言ったら浜田さんにお子様が生まれたんですおめでとうございましたいやーよかったです心から男の子ですかこんな中で近場で行きますね。あですね。ええ、これも、はい、度肝をですね、はい、抜かれたんですよ。うん、つい先日、ね、大阪でね、仕事大阪行ったんですよ。大阪に、我々吉本興業の会社がありまして、でナンバーグランド花月という、劇場がありまして、そのね、もう本当近所に道具屋辻っていう、ね、細い商店街があるんですよ。いろんな道具を売ってる。その路地をちょっと入ったところにある、まあ
富士っていうね、はい、喫茶店、ボロい、その社員だ芸人さんがもう昔から行く、うん、もうボロい、いまだに和式で便所がこれなんですよ、はい、みたいな、もうボロい喫茶店に芸人3人で、僕入れて3人で行ったんですよ。ほんで座ってパッて隣見たら、大阪のまあおばちゃんが2人こっちに座ってたんですけど、うん、まあ、パートの多分休憩時間やと思うんですよ。1人は割烹着、まあ、汚い割烹着着て座ってるんですよ、うんうん、もう1人はあのでっかい、クマさんの絵描いた、はい、あのちょっと太った おばちゃんなんですけど、もうでっかいトレーナーのね、裾長いトレーナーのクマさん、かわいいクマさんが描かれたおばちゃんがそう座ってるんですよ。ほんで僕ら普通にこう喋ってたら、なんか全然会話してないんですよ。なんかこう考え込んでるんですよ、二人が。大阪のおばちゃんって結構ね、どこ行ったってうるさいでしょ、あれ静かやなと思ってたんですよ。今まで気にせずこっちバー喋ってたら、マジですよ、その割烹着の方がやっぱあのサイドギターやめさそうって言ったんですよ。もう3人で聞いた聞いたどういうことが、すごい現場に居合わせたもんね。どういうことが考えられると、やってんのかプロデュースしてんのか。そうなんでしょう。ジュニア来る前は結構揉めてたんでしょう。落ち着いた頃にカラカラってジュニアが来たんでしょうね。これ今思えばっていう話なんですけども、僕3人兄弟で兄姉僕っていうんですよ、うん、僕だけちょっと歳が離れてて、うん、幼かったんですよ、だから両親が寝てる部屋で僕ちょっと離れたちっちゃい布団で僕も寝てるっていう、うん、もう兄姉はもう部屋それぞれもらってて、うん、まあ、2階の端っこに寝てるみたいなやったんですけども、うん、まあ僕夜中パッと目覚めた時、もぞ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 こう絡み合ってるのを見て、僕はあ遊んでると思って、うん、お父さんお母さんが、うん、夜中まで遊んでると思って、ちょっといたずら気味に、うん、布団の下から一気にツーンと滑り込む遊びをしたったんですよ。ヘッドスライディングみたいな、もう頭からドーン行った時に、ちょうど僕の頭にこうなんかクンっていうのが当たったんですよ。だからですね、こうなった時に親父がおっって言われた。新技が出たのと多分話が。こういうことじゃない。僕の存在多分気づいてなかった。おかんの新技が出たと多分思います。邪魔くさいねお前。これはなんだこれ。うん。前とあるロケなんですけども、はい、ドッキリですよ、はっきり言って。だから、はいはい、うちの相方の、うん、まあ正直お袋が出てくるみたいな、うん、はい、のがあったんですね、うん、それはもう僕らは内緒にこっちでこっそりこっそりやってたことなんですよ、うん、まあ当日、うん、本人は何も知らないわけですよね、うん、いよいよもうこっちとしてはワクワクドキドキですじゃないですか、うん、上田がびっくりするかも、うん、したところ、うん、もう AD とフロアディレクター何かこう前いるんじゃないですか、その内緒戦ってこう言ってたやつが、うん、カンペに、そのお母さん登場前何秒前みたいなのをこう書いてあるわけですよ。うわーと思って、やばい、上田見ると思ったから、うまいことごまかして、その、ねえ、カンペが、ねえ、カンペが、とか、カンペちょっと、おい、おい、とか言ってやってたんですよ。ただもうほら、スタッフも鈍感だから、そういうのギャグだと思ってから、え、なんか、はっ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 したら、はい、そのフロアディレクターが気づいて、ああ、お前とか言って、うん、揉めてるわけです。フロアディレクターが AD を、うん、そのカンペがお前がいけないんだと、うん、ですいませんみたいなやり取りがあるんですけども、うん、こっちは進行してるから、うん、もうどっちもやってるわけですよ。だから、うん、お前ちゃんとハッハお前ちゃんとそのお前ハッハッすいませんすいませんハッハッハッみたいな、もう、うん、だからもう全然その笑いが伝わってこないから、うん、っていう話ですね。皆さんには伝わってないと思う。僕はその現場にいたら超面白い。ちょっと前です。
ですけど、あの、はい、うちの残念な兄と大阪に仕事新幹線で向かってまして、はい、もうえらいよ寝よるんですよ、うん、ね、うん、寝てるんで新大阪着いたんで、うん、おい着いたで言ってそしたら、うん、ありがとう言って、うん、ジャンプと切符持って駅員にジャンプ渡してました。パターンですか？ちょっといちいち見んのやめや、お前。二連ちゃんパターン書いてある。二連ちゃんパターンはちょっと考えてなかったな。丸とか三角とか書いてる。よし、あれ行くか。僕はあの、こうして、まあ、熊本から東京出てきて芸人やってるんですけども、ちょっと後輩なんかもうちの事務所にいるんですけども、基本的にあんまりその後輩、まあ、まあ、私たちも山崎と一緒にいたりするんで、事務所の後輩とかってあんまつるまないんですね。あんま慕ってくれる人がいなかったんですけど、まあ、中に後輩、ちょっと、なんか僕は、ちょっと舐められる気配みたいなのがちょっとあるみたいなんですよ。で、まあ、ある事務所の後輩が僕らのよく、あそこ現場によく来るようになって、で、ある時なんかみんなでこう、うちでパーティーみたいなのやることになったんです。だから、そいつも来るって、絶対来るって約束してたんですけど、来ないんですよ。で、あれって言って電話したら、なんか、後輩が電話してたんです。したら、なんか、いや、今日行かないですみたいな会話してるんですよ。だから、ちょっと何言ってんの、もう人数分用意してんだみたいなこと。いや、ちょっと、彼女といるんですよ、みたいな。うん、おかしいと、先輩方待たせと言って、うん、彼女とっていうのがあったから、もうさすが僕言おうと思ったら、うん、でも、うん、お前はふざけんなよと。うん、あの、お前、そういうのはもうおかしいと、ちゃんと礼儀、顔だけでも出せって言って、切ったら出せって言って、切ったんですよ。ばっかだなって言ったら、来るなり、遅れてパッて来たんですけど、ちょっと酒飲んでたら、したら、こう。いきなり来ない。すいませんでしたって言って、土下座したのね。だから、おい、なに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 って、そんなんじゃない。もうこっちももう許して、もう別に、そこまでしなくていいとか、え、なんすかって言ってから、すいませんでした、もっと不義理働きゃすいませんでしたって言うから、いや、いい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 、別にそんな怒ってないよとか言ったら、急に、うわーって泣き出して、いやー、俺今日絶対ぶん殴られると思った、もうすげえ、ああ、今緊張感がすげえほぐれました、みたいなこと言ってんですよ。いや、いいって、その顔出してくれたことが嬉しいから、そりゃいいよ、ミスぐらいとか言ってたら、あ、そうですかとか言ってこんなやってたら、そのうち話してるうちに、ポロッと落ちたんですよ、ポケットから。何が落ちたか、メリケンサックが落ちたんですよ。いや、あの、もう絶対殴らんと思ったんで、この時はもう自分で防御しないと思って、これでもう、これでもう、自分ないと思って。やる気満々に出てるんですよ。いや、ちょっと待ってって、どうしようと思ったんですよ。いや、だから、もしみんなでわーって言われたら、殴られたら、まず、やっぱこの中で一番偉いのは有田さんなんで、有田さんからまず防御するんですよ。もう、あの、怒れないですね、そうなったら。武器持ってるから。もう、ちょっと、絡まないでんだよ。ここマジなんですけど、あのプロジェクト X でね、高層ビルを初めて建てた日本人、はいはい、の人がね、すっごい、その頃まだ平屋しか日本なかった頃に、高層ビルを建てた日本人の人の名前が、くしくもというか、二階さんっていう。で、まあそういうこともあるかなと、ね、この間ちょっと前に家でテレビ見てたら、小学生の相撲のね、チャンピオンの男の子が、まあ、ものすごいんやけど、その子は押し出しがものすごい得意な子なんですけど、その子の名前がね、幼いくんっていう。誰も何にも突っ込まない。一人でこれおかしいよ。ちょっと言っときたかった。先日なんですけれども、はい、ルミネ座吉本というね、新宿に我々劇場あるんですけども、はい、そこにですね、うちの先輩、木村雄一さん、はい、キムニーとですね、はい、僕の車で助手席にキムニー乗っていただいて、はい、向かってたんですよ。はい、土曜日で、結構混んでたりして、でまあ、地方のナンバーが多いんで、まあ、どんくさいよー言って、結構助手席で、ちょっと、目くじらをお立てになられって言うてあったんですよ。どんくさいよ、ほんまに、言うて。ほら、ルミネの、7階に劇場があるんですけど、はいはい、地下の1階が駐車場なんですよ。はいはい、そこは搬入口なんで、うん、その、搬入車、トラックとかが止まってる、はい、場合があるんですよ。うん、そうなったら、うん、駐車場いっぱいやと、ぐるー回って、ちょっと離れたところに止めに行かなあかんんですよ。で、その地下へとエレベーターそのまま7階上がれるんですけど、向こうだと結構歩かなあかんので、うん、これもしかしたらいっぱいかもわからんなと、うん、キムニーが電話してくれて、うん、ルミネのスタッフに、うん、下までちょっと車運転できる子おろしといてくれと、うん、ほらその子に乗り換わってその人に持って行ってもうて、うん、僕らはそのまま上がると、
言って、ほら、行ったら、案の定もういっぱいあったんですよ、駐車場が。うん、ほんで、止められへんな、でもそのスタッフの子がいないんですよ。うん、あれ、おらへんなーって、パッて奥の方、一番奥にエレベーターあるんですけど、そこでずっとエレベーターを止めて待ってるんですよ。ほんならもう、キムに降りて、おめえおらー言うて、誰がエレベーター止めとけ言うとんねん、車もう馬を止めに行け言うとんのじゃ、分かれろらー言うて、もう地下にキムニーの声が響き渡り、ほんで向こうはもう、すいません、すいません言うて、すぐ僕の車に乗り換えて、腹立つーってエレベーター乗って、僕7階落ちたんですよ。キムニーがもう、あらつわーって言って、こんなね、アホのためにね、うん、無駄な時間、どんだけ過ごさなあかんねん、全部アホのために、俺らもう、もう被害を被ってんねん、どんだけ無駄な時間過ごさなあかんねん、言うてる動きで、ここのエレベーターのボタン、腰で1回、2回、6回押してもらう。めっちゃ無駄な時間。1回、2回、6回、6回の時も顔真っ赤っかい。これは10年ぐらい前のに、うん、僕天然素材 やった頃の話なんですけど、最終の新幹線で帰る時に、うん、バッファロー頃の木村さんが、はいはいはい、ちょっと今日ものすごいちょっとたまらんのよって言って、でそんなことめったに言わないんですよ。うん、でたまらんねんねんしてる。はい、もう大好き、ちょっと女の子ちょっと誰か知り合いおらへんかなみたいな。知り合い。で、まあ今晩みたいなことしましょうか言って、あまあついて、もう居酒屋行って用意したんですよ。うん、で行ったんですよ。うん、でこう三三ぐらいでもう一人ヘビイチゴの高橋いうやつと、はい、木村君と僕三人で、うん、女の子三人で。はい、ほんで飲んでて酔っ払ってきて、うん、どれが好きみたいな言うて、うん、ほんなら、2人僕やったんですよ、うん、で1人女の子が高橋みたいになって、うん、木村さん持ってへんかったんですよ、うん、ほんならまあそんなもんやな言いながら、うん、でもうええわ言うて、うん、でなんか酔っ払って、うん、女の子のこうここのここにちょんまげ言うてやりだしたんですよ、うん、でちょんまげってやってでちょんまげってやってここに笑いながら座らはったんですよ、うん、ほんなら女の子が「いや何これ!」って言うてパッて見たらこっからこうここ糸引いてた。これはちょっと面白いエピソードというよりは、うん、もうどっちかというと都市伝説に近い。僕が大阪のある放送局でちょっとお腹が痛くなってですね、うん、トイレに行ったんですよ、うん、でまあ大きい方しようと思って、うん、まあ台の方が1個しかないトイレやったんですね、そこ、はいはいはい、で入ってはったから、うん、あちょっと待っとこう思って、うん、待ってたんですよ、うん、なんかその服であるとか流すであるとかベルトをつけ直すであるとか、うん、音なし、何もなしに、うん、カタンって開いて、うん、浜村淳さんが出てきたんですよね。もう関西の重鎮のね、はい、映画コメンテーターの方なんですけども、はい、こう、入るのか、ここ。あ、僕次ちょっと、はい、もうすぐ始まりますんで、今のうちさまし、あ、そうか、うん、って言うて、うん、浜村さんバーッと去っていって、うん、で入ったらまあ、うん、もしかしたらそのうんことかあったら僕もその大事なんですけど、うん、何もないもう綺麗な便器、あれでも流してなかったしみたいなんで、はい、でいざまあズボン下ろして、うん、便座座ってみたら、うん、信じられへんぐらい便座熱っ便座ヒーティングみたいなのを最大限までして熱っってなってあの人何してたんやみたいな。うん、ベンジョでダン取ってたんですよ、あの人。何やろ、はい、謎のまま謎のままあのですね、まあ皆さんご存知かどうかわかんないですけど、まあうちにね、はい、残念な兄が残念な兄だけで受けてますよ。大量残念です本当に本当にデリカシーがないんですよ、はいはい、で吉本興業言うてもその縦社会なんで、はい、もう先輩はすごく会うとね緊張もしますし、はい、ある番組で、ガンダム好き芸人集まれみたいな番組があったらしいんですよ、はいはいはい、それで大阪を中心に活動してるガンダムのアムロの格好、うん
校をして、あの漫談とかコントをやる、はいはい、若いおさむ子、まだ新人の子なんですよ、うん、その子も呼ばれて一緒にこう収録をやったら、そう大阪なんですけど、若いおさむ君は収録えらい押して、あの帰られへんと大阪に、うん、ほんでどうしようみたいなことになってたのを、政治が小耳に挟んで、ああ、どないしてってなって、はい、いや、あの、いや、ちょっと大阪にもう終電がないので帰れなくて、うち泊まりに来いやって、初対面ですよ。って言っても、まあ、社交的なとこもあるから、ね、それがね、でも先輩なんで断れないじゃないですか。ありがとうございますって言って、うわ怖い怖いって言って、ほんで家連れて帰って、おいなんか作ったれって言って、奥さんに料理作らして、食え食えって言って、まあそんなね先輩で初対面ですから、まあ食もあんま進まんと、ごちそうさまでしたって言ったら、奥さんがあの隣の部屋に布団を敷いて、まああの主人のですけど、あのパジャマ置いときましたんで、どうぞって、ありがとうございます、じゃ あのお先に失礼します、おやすみなさいって言って入ったんですって。ほんならまあパジャマを、はい、スウェットがね、はい、置かれたんですけど、これ上と上なんですって、スウェットが、けどこれを言ったら、はいはい、奥さんがまた政治に怒られると、何してんだお前はと、僕のせいで奥さんが怒られる、いやあかんと思ってスウェット上着て上を履いたんですって。もう行かなあかんと、リビングに、もう政治はもうさっき言ってると、ここタップンタップンやと、バレたあかんと、これをぐわー託し上げて、おはようございますテーブルに滑り込んで、ご覧のように、ほんで飯食うて、ご覧したいと、今度これをまた前に持ってきて、この話、登場人物全員アホです。うちの相方上田ご存知だと思うんですけども、はいはいはい、すごいあの常識人なんですね、うん、もうその礼儀もちゃんとしてるんですけど、ちょっと一回だけちょっとしこりが残るような、うん、ちょっと事故みたいなのがありまして、うん、あのうちの親父がもう早いうちに亡くなったんですよ、もう13年前に亡くなって、うん、でそのお葬式に、うん、もうその時東京出てきたんですけど、わざわざ来てくれたんですね、うん、上田が、うん、でずっといて、うん、まあなんかまあはっきりとあんま関係はないんですけど来てくれて、うん、そしてまあほらあのうちわだけでみんなで、うん、あなんか飲もうみたいな絶対ありますよね、うん、お寿司とか、うん、なんかまあまあこうその時みんなでこう飲んでたんですよ、うん、そしたらうちの袋がまた余計なことになんかうちの生前主人はこうやって、うん、みんなで人が集まることがすごく好きでしたみたいなことを言う、そうするとでまたポロッと言い始めた、うん、そしたらみんなは結構それをきっかけにちょっとなんか仲いい人が泣き始めたんですね、うん、すいませんね確かであいつは好きだったみたいなこと友達が言い出して、うん、そしたら僕もちょっと泣けてきちゃって、うん、ちょっとこうなったら上田も、うん、なぜかこうってなってたんですよ、うん、だから俺ものすごい感動して、うん、なんで人のね親父が亡くなったことで思い出話で泣けるんだと思って、うん、うわーありがとうと思ってね、したらなんかおふくろもやっぱ空気読んで、すいませんなんか湿っぽい話になってごめんなさいね、こんなんじゃないんです、本当主人もこんな嫌だったと思うんで、お腹すいたでしょ、なんか頼みましょうかって言って、すいませんちょっと出前もうラーメンとかしかないですけどいいですかって言って、はじゃあ行きますとこうやってこう電話しようと思ったら、うん、上田がいきなり口を開いて、うん、あ一つ大盛りでって言って。なんで一人もちょっと多めに来るんですか。そうですね、何がいいですかね、子供の時に、あ、ちょっと今の若い人はどうかよくわかんないですけど、はい、あの僕らの子供の頃って意外とあの半ズボンに、はい、タイツをよく履かされて、でうちのおかんはなぜかあの僕によく履かしたのがあの肌色のタイツをね、はい、冬履かすんですけど、でも子供やからよく分かってなかったんですよ。まあ、おかんが出すから、まあ別に何も考えず履いてたんですけど、うちのおかんが、まあ、愛情やったんでしょうけど、その、おしっ
っこをね、はい、しづらいやろっていうことで、タイツのままやと、いちいちこうずらさな、全部ずらすのがかわいそうやって思ったのでしょうね。あの前をこう切ってくれたんですよね。で、それだけやとこう、どん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 開いてくるっていうので、ゴムをなんや、こう、輪ゴムみたいなのを通して、周りを祭り縫いみたいにしたんですよ。で、今考えたらなんですけど、どう考えてもあれ、ダッチワイフル。でももう何にもわからんと思う。走ってたな。あのね、怖いですよ。いやっていうのもね、小学校のところにその先生が、怖い先生がいたんですけど、で僕の黒瀬先生っていう先生が、まあ漫画とかだったらよくあるんですけど、本当にチョークを投げるのが本当うまくて、静かにせえってカーンってやったら本当にカーンって当たって、でそれで別に本当シーンってなるんですけど、僕らそれがうまいから、また当たったみたいなことになったら、黒瀬先生っていう人が黒板に字書いてたんですよ。で字を書いてたら、水内君っていう子が鉛筆の芯を削って、ものすごいとんがった鉛筆で僕らとかに背中にキャッとかってやって、キャッなって、でバッと向いて、誰やこうとか、いや違うやつって水内君がみたいなことで3回ぐらい、キャッキャッみたいなことになってたんですけど、まああまりにも黒瀬先生またしびれ切らしてもうて、誰がやってるかが分かったんですよ。で次に、おい水内って注意すればよかったんですけど、こいつがあるんでチョークでバーン掘って水内に注意したろうと思ったんでしょうね、黒瀬先生。おい水内お前ちょっとええかげんせよってパーッと投げたら外れたんですよ。で外れてもって、黒瀬先生ちょっと一瞬ちょっと焦ってもって、その辺にあったチョークまた、おい水内ってまた外れたんですよ。でだんだん外れてもって、黒板消しバーンってまた外れたんですよ。ほんで持ってて出席簿ツババーンって外れたんですよ。あまり慌てて黒瀬先生バーッて髪の毛引っ張ってバッチッ僕屋上みたいなところ住んでまして、今あの家の、 あの5階建ての5階の屋上が全部自分のベランダみたいになってるんですよ。でガーデニングとかやってたら、はあ、やっぱ季節で虫とか寄ってくるんですよね、はいはいはい、ほんであの羽アリみたいなんがうちのパンジーっていうか花にこうブワーってたかってて、パンジーあんのかパンジーあんのかほんでそう、ほんで羽アリがたかってて、うわーこれなんやろって言ったらブワーって飛び立って3匹ぐらい鼻に入ったんですよ、スズってで、ほんでやっても出てこないんです。で、ふってやっても出てこないんです。で、僕、なんかまあ芸ではないですけど、こう吸い込んで出すみたいなやってるじゃないですか。ほんで、もう、奥に行った感じしたから、で吸い込んで、ふって出したんです。ほんなら、普通のアリ3匹出てきたんです。一発目、はい、僕ね、人力車っていう会社の所属してるんですけど、まあもうほんと小さい会社なんですよ、はいはいはい、もう東高円寺っていう、もう芸能プロダクションでありえない場所ですよね、はいはいはい、場所はそうです、そこにあるんですね。でそれも社長はなんで引っ越さないかさ、自分家に近いからなんですよそういう社長がいましてね、あの人力車ってもともと結構あのすごいんですよ、あのそういうシティボーイズさんとかいたりとかね、 B21 スペシャル結構あの有名な方が竹中直人さんもいて、ただ、ね、みんなねやめていっちゃうんですね、ほんまや最終的に。でなんでやめんのかなと思って、まあ、不思議だったんですね。それであの社長にこれも聞いてみたんですね、なんでみんなこうすごい売れてくるとやめちゃうんだっつって、ほんでなんで辞めちゃうか、じゃあお前知りてんのかっていうか、お前も辞めてんのかみたいなこと、いやそういうわけじゃないですけどみたいな話したら、社長曰く、なんでそういう売れた人辞めさすかっていうと、月1000万円以上稼ぐタレントのマネージメントの仕方がわからないって言うんですよ。うん、そうですね、ちょっと早すぎるやろ。いやちょっと
いや、ちょっと1番目と3番目とかいろいろあるんですよ、方法が。全然手法が違いますんで。3番目の話で。膨大な量じゃないですか。大きい紙です。大きい紙です。裏表書いてありますよ。そうですね。これってやっぱあれなんですか、自分でこう、うん、これはなんとかの話なんですよみたいなのって必要なんですかね。どういうこといや、なんかこういうのって基本的には会話の中から生まれるもんじゃないですか。もしあれでしたらいいんですけど、うん、マネージャーってどうなのみたいなこと振ってもらっていいですか。そんなそっちの方がなんかやりやすいかなんで。はい、有田、はい、あ、有田はマネージャーとかなんか面白い話あるの。マネージャーですか、うん、あー、ありますね、うん、あの、地方でスムーズに なんかこう、聞かれたからしょうがなく言ってるみたいな雰囲気でしたね。そうだ、マネージャー限定で来られるときついのは、まあ、でもありますね。まあ、でもありますよ。自然とです。うちのマネージャーって、おばちゃんなんですけど、まあ、僕らについて5年ぐらい。おばさん、もう40の人なんですけど、まあ、正直ちょっと、業界入って、長いんですけど、お笑いのマネージャーにつくっていうのがあんまり短いんで、業界のことがあんまり分かってないところがあって、それこそ時計の、二十何時入りとかあるじゃないですか。あれがよく分かってなかったり、例えば7時のことを17時って言ったりとか、結構その初歩的な人多いです。あるある。で、一回あったのが、とあるお笑いコンテスト番組みたいなのがあったんですね。はい、で、それに、今回出演すると。だから、よろしくねって言うから、どういうやつって言ったら、司会かなんかやるのって言ったら、あ、司会は別にいらっしゃる。あ、そう。審査員とか俺できないよ。あ、審査員別にいると。じゃあ何するのって。いや、なんか出るんだけどと。いや、だから、もう一番デリケートだよと。ね、あんまりね、対して、年も変わらない、お笑い芸人のところにね、ちょっと先輩ぐらいが出てって、ああだことネタのことで言ったりするのはできない。できないね。一番デリケートだから、わかんないじゃん。どこに入れけばいいのかと。だから、そのポジションみたいなのがわかんない。その立ち位置がわかんねえと。だから、ちゃんとそういうの調べてから受けないとダメだよって言ったんですよ。したら2、3日後ですよ。バッと来て、あ、ごめんね、この間変な中途半端な打ち合わせになっちゃってって言って、聞いてきたって言って、バッと出したら、なんかこう、なんですか、見取り図みたいなセットの。持ってきて、ここ司会の人いるでしょ、立ち位置ここって。僕ウサギを飼ってまして、家でウサギを飼ってるんですよ、で最近目の病気になりまして、動物病院に連れて行ったんですよ、それでまあウサギだけじゃなしいろんな動物を持った人が待合室で集まってたんですよね、でも大体動物病院で大半が犬猫なんで、で待ってる間に隣にいたおばちゃんがいてたんで、その連れてた犬がお尻のところがもうズル向けになってるんですよ、はい、ほんでこれおばちゃんどうしたんですかって待ってる間喋ったら、散歩しててお座りさせたんですって、そしたらたまたまマンホールの上で、それ夏場やって焼けついてて、お尻がひっついて大やけどなったんですね、ほんでそれで私もすごいかわいそうなことしてもさみたいな話してて、そうやって待ってたらまたカラーンって違う犬連れた人が入ってきたんですよ、ほんでその犬がこう、犬はやっぱ犬見たらこう興奮するじゃないですか、ほんでバッて紐リードをおばさんの手から離れダーッと走っていったんですよ、でおばさんが「おそり!」って言うたら犬がダーン戻ってきて、おばさんの首根っこに噛みついたんですよ、だからその、もう覚えてるからまだ言うかっていう感じで散々選んでございます、首根っこですよ、またするんだけど、すっごいあの人は何にも、この気にしない人で、そうそう、一緒にゴルフ行って OB 打って笑った人初めて見たのよ、普通 OB 打つとしまったというのに、おおらかというか、ボーンって言ったら「はあはあはあ」って笑ってやっぱりこの大胸筋が邪魔してんのかなってこんな大胸筋してるからやっぱりこれが邪魔なんだなって言いながら歩いてったら、しばらくしたらずっと一人で悩んでて、野球の時も邪魔だったのかなっていうねで今頃気づいたのかなってでもそんな明るい人だからその代わりにね弁当にすごいこだわるわけで、ある時はそのレギュラーの番組で弁当があんまり美味しくないと、で一茂君が「じゃあうなぎ弁当と
中華弁当、これローテーションでやりましょうって、それであのディレクターに交渉して、ローテーションでうなぎの週があって、次が中華の週なわけ、はい、でそれがたまたま中華中華と続いた、はい、そしたらもう一茂君入ってきて怒ってるわけ、今日うなぎだろ今日うなぎの週だろおい俺今日うなぎのつもりで来たよで、俺もうなぎだと思ってたから俺もそうだったんだよ、うん、そうだよね関根さんっつって、うん、困るよっつって担当者呼んで、はい、ちょっと困る今日うなぎの週でしょ今日どうしたのすいませんすいません、ダメだようなぎの週だよねっつって、ま、俺にまたねえうなぎさんっつって俺にそうだよね、うなぎさんって言われた時に、おなんか真似すんのかなと。なんか振られたんかな。そうそうそう。なぎまさんみたいな感じで。そうですか、千葉さん。興奮しちゃってんのよ、もう。あのですね、小学校の頃、祭りに行ったんですよ。近くの、はい、で近くの祭りでみんな友達でわーって騒いでたら、あるあのその出店のところにね、すごい輪ができてるんですよ、でしかもそれ盛り上がってるような感じじゃなく、どうやらこう揉めてる、言い合いをしてるみたいな、でまあ子供なんでちっちゃいんで見えないんですけども、声がパーンと一個聞こえたんですよ、お前鉄砲の先でな、商品カーンってやったらそれは商品倒れるわみたいなことを聞かれた、あこれなんかイカ様をして商品を取ろうとしてるやつがいて、それを怒ってみんなでこのね矢島みたいなのが集まってんねやと思ったら、その言われてるやつが、アホか、この商品が弾で当たってんのに商品がこうパラッと倒れへんのに、後ろで何か細工してるかどうか確認するためにわしは鉄砲でカーッてやったんじゃみたいなことになったら、群衆が、そうだそうだそうだもっと言えみたいなことになってて、ものすごい大盛り上がりになってて、現にそうだろっつってもう一回弾込めてパーンってやって、倒れない、ほら見てみろ、また倒れない、こんだけ倒れないってことは後ろにこれ粘着つけてこんなことしてるからじゃってバーンってやりだしてるんですよ。うわこれえらい騒ぎになってるわーって子供ながらこの群衆をバーンとかき分けたら、うちのおかんやった。またやってるのね、また丸させてるのね、やろってるね、そうやろ、そうやろ、先頭に立ってるのね。まあ先輩で、吉本シベリア文太さんっていう方がいらっしゃる、はいはいはい、それ前も話しました、はい、ものすごい多分人類史で一番滑舌悪いんちゃうかと、シベリア文太さんっていう、あ、はいはい、菅原文太さんのモノマネさんなんですけど、本当に滑舌が悪いんですよね。ご飯に誘われたんですよ、それもなんか5回ぐらい聞いてやっと分かったぐらいの、はいはい、私は虫食いに行こう虫食いに行こう虫言うぐらいのやっと飯って分かって行ったんですけど、ほんでこう二人食べに行ったら、お酒を飲みはれへんのですよね、ほんでお兄さんなんでお酒飲まないんですか言ったら、今日はバイクで来てるから、飲んだらやばいやんか、あすいませんね後輩の僕だけ飲んで、って言って2時間ぐらい飲んでたんですよ、ほんでこうそろそろ帰りましょうかって帰って、その文太さんが、バイク置いてるとこに歩いて行ってたら、警官が二人、そこに寄って行ってるんですよ、で話を聞くと、警官がお前店か飲み屋から出てきたやないかと、それからバイク乗ろうとしてんのか、って言うて、ほんでその文太さんは、いや俺は飲んでない一滴も、今日はバイクで来てるから飲まんようにしてたんや、飲んだらそれって飲酒で捕まるし、人跳ねたら一大じゃないかっていうことを文太さんが説明した後に、警官が、お前ベロベロやないかそのお兄さんがね、今アルバイトでクレーム処理をやってるんです、企業のクレームを電話で処理するっていう、企業に任せた電話なんでやねん、でそこの会社で、そこのクレーム処理の会社で、ダントツに一番多いクレームが、さっき電話かけたけどさっきのやつ何言うてんか分かんないバイク言えちゃったね、なんでや、関根さん、あ、これ、はい、あかんこんって書いてある関根さん、テレビで、ケーブルテレビで、はいはい、
あの見てて、で、あの今日から3日間無料放送ってあるじゃん。ありますね、とかね。で、見てて、パッと見たら、はい、格闘技のシュートやってんのよ。おー、シューティングが。おーっつって。で、桜井マッハ隼人と、アンデンスのシューバの試合なのよ。おー、俺これ、見たかったんだよっつって、今日無料だ、ラッキーラッキーってこうやってずっと見てて、強えな、このブラジル人。で、解説者がボソボソボソってなんか、あー、危ない、危ない。で、解説者がまたボソボソ。解説者なかなかいいこと言うな、つって。結構分かってんだこの解説者、もうで試合が終わって、こういう結果だったのか、そうかーっつって解説席ポーンと映ったら俺だったのか。でも分かりますよ、韓国って結構忘れるんですよね、これは、僕がボーイスカウトでリーダーになった時の話なんですけど、あ、ボーイスカウトやってたもんね。やってました。でキャンプ場に、あ、もう一回言うていいですか。これ僕がボーイスカウト、なんて言ってましたっけ。僕が、ボーイスカウトのリーダーになった時なんですけれども、僕らだけの班で、リーダーがついてこうへん。僕らだけで、子供だけで行くキャンプにボーイスカウトになったら行けるんですね。ほんで、キャンプ場に着いて僕がリーダーで、で、年下おるじゃないですか。で、キャンプ場着いた時に、なんか、お腹減った宮川くんお腹減った言うんで、分かった言うて、でも着いたとこやからちょっと待って簡単にできるやつ言うて、フライパン出してきて、もう焼きそばしたるわ言うて、焼きそばしたんですよ。で、そのフライパンももう皮までちょっと俺のめんどくさかったから、もうそのまま油でバー炒めて作ったんですよ。ほんでみんなに食べさせたら、あ、美味しかった、宮川くんありがとう言うて。言うてたんですよ。で、1時間後ぐらいに、なんか、宮川さん、なんか気分が、ブッみたいな。どうしたみたいな。どうしたん言うて。ほなみんなが、僕もなんか死ぬ、ブッみたいな。あらみたいな。で、どうしたんやろ思って。で、フライパン見たら、フライパンちょっと錆びてたんですよ。で、まあ、やってもったと。食中毒やと。で、これリーダーが来たら怒られると。で、もうすぐ点検で来よるな思ったら、車がバーン止まったんですよ。で、これ見つかったら僕怒られると。もうボイスカードもうリーダー失格やと。で、これやばいと証拠隠滅しなあかんと思って、これ森に捨てようと思ったんですよ。で、そのフライパンを森に、よっ捨てたの。よっ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 て追っていって。ほんで、まあ、助かったっていう話です。コンビ大輔とコンビ組んでた時の話なんですけど、そうそうそう、コンビ組んでたもんね。千葉チャップスっていうコンビを組んでたんですけど、静岡のテレビ静岡の方で番組を、メインの番組をやらせていただいた時があったんですよ、十何年前に。生放送なんですけどね、生田静岡金五郎って言って、金曜日の5時から6時までの生放送、そういう番組やらせてもらったんですよ。で、やったところ若手出てるんですよ。若手ばっかりなんですよね。僕らのことも誰も知らない状態のに、第1回目のその放送がものすごい視聴率を取ったんですよ。いきなりですよ。でそんな、なんていうか、そんな視聴率取れるような要因が全く思い浮かばなかったんですよ。で、生田静岡金五郎出演、チュパチャップスじゃないですか。ラテランってあるじゃないですか。あれって字数限りあるじゃないですか。ラテラン見たら、生金チュパって書いてたんですよ。生金チュパ見た出るやろ出るよ気負ったわざとやろな、わざとですね、わざとかな、タクシー犯の可能性あるよ。小学校5年生の時、スガちゃんっていう、早いな、俺はいや、サイコロも完全に止まりきってへん。何を言うてんのかな、わかんないよ。スガちゃんの話どうしても、さっき下がってもこう見えた、だってスガちゃんって出てきた。小学校5年生の友達、友達、はい、僕とスガちゃんは六段切り替えの自転車を同時期に買ったんです。ここについてるやつで、はい、んで自分のこのハンドルのところにはボタンがついてて、そこを鳴らすとミミミミミミとかって音が鳴ったり、こちらピョンピョンとかって、それを買ったんです。スガちゃんと二人で競争しようって、一段まず一段一段だけなっつってずっと超えてたんです。で二三四五六で上げてもすごい速くなったんですよ。で僕ちょっと勢いつけていったら、スガちゃんとちょっと距離がカーッと離れてたんですよ。で、菅ちゃんは僕に何でも負けたくない子で、とにかく自転車とかでも競争でも負けたくなかったんですよ。で、僕が一生懸命こぐんですよ。菅ちゃんが、ミッミッ
ビビビビって言いながらブワーッと棒に返してきたんですよ、うん、その時の顔のスガちゃんがもう殺したのかみたいな顔で来たんで怖くなったんで、スガちゃんから逃げろー言って途中キュッと止めてすぐ右の脇にガッと入ってったんですよ。ほんならそれにはスガちゃんは対応しきれなくて、ミー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 って言いながら来たんですけど、横のヘドロにペーンって突っ込んだんですよ。もうそれもペテッっていうぐらいのレベル、バウンドかい、バウンドしたんですけど、もうスガちゃんもこう頭からガッて行ってもうて上に出ることはなかったんですよ。ペテッてこうペッて埋まってもらったんですよ。やばいと思ってスガちゃん、死ぬと思って、スガちゃんスガちゃんスガちゃんあかんで、ちょ、閉店くれスガちゃんスガちゃんって言ったらボタンでミあのコンビ組んでた時の話なんですけど、おっさんの家に行って、あのネタ合わせしてたんですね。でネタ合わせしてて、夜ですよ。でネタ合わせしてて、でまあまあ一応合わさったからできたから、ちょっと俺さっきお風呂入るわ言って、でお風呂入ったんですよ、星ちゃん。で僕暇やなと思ってこうタバコ吸いながらこうテレビ見てたんですよ。ほんで星ちゃんがなんか石鹸の皿かなんか取ろうとなんか出てきよったんですよ、バッて、ほんなら急に、お前おらー言うて僕のことバッチンどつきよったんですよ。ほんでガーンどつかれたから、なんじゃお前言うて僕もバーンどついたんですよ。ほんなら星ちゃんもバーン倒れてヒューなってるんですよ。でなんやねんって言ったら、今お前が吸うてるタバコおじいちゃんのラス息じゃ。死んだおじいちゃんの病室にあった一本だ。あの皆さん、長嶋一茂さんご存知ですか。はいはいはい、私と知れたミスターの、ね、ご長男で、やっぱ田園調布育ちお坊ちゃまなんですよね。でも大会系ですから、もう礼儀正しくて、はい、正義感も強いんですよ。はい、でもなんか思ったことは口に出さなきゃ気が済まない。はい、石原良純さんとかこう、はい、似た性格ですよね。まあ、それであのタレントに転身して、はい、初めてこう共演したんですよ。はい、でこのフジテレビで K-1 グランプリの予想ということで、まあ一茂さんが司会で、はい、でまあ各界の人が来てるんですけど、お笑いは僕らだけだったんですよ。はい、で僕らは一番順番的に一番最後で、まあバラエティ的には落ち部分じゃないですか。はい、ですから皆さんが真面目な予想をしていくたびに我々が来たら、ちょっとマニアックなトンチンカンなことを言ってたんですよ。はい、それやっぱスタジオ受けますよね。あ、今回すげえ受けてるなと、仕事をしてるなと、猛打賞だなっていうような気持ちだったんですよ。ただ一茂さんだけ受けてないんですよ、司会者にもかかわらず。でまた僕がこう言った時にまたドーンと受けたんですよ。じゃあ一茂さんがドーンと叩いて、さっきからなんでそんなに笑ってるんだよ、彼らはね本当は格闘技ものすごい詳しいんだよ、それなのにね受けようと思って言ってるんだよ、全部ギャグで言ってんだよ、失礼じゃないか。私あのちょっと生い立ちに難がありまして、らしいね、あるんですね。でまああの中学2年生の1学期終わりまして、まあ今日から夏休みやと、でウキウキ気分になったあのスキップ交じりにね、はい、家帰ったんですよ。で家帰ってあの家が2階やったんですけど、家の前にあの家具が並んでるんですよ、自分の使い見た覚えのある家具は、はい、おかしいなと思ってちょっと上上がったら、あのもうドアのとこにテープで差し押さえって書いてあったんです。これ何やこれと思って、でも差し押さえっていう言葉も中学生から知らへんし、よう分かれへんな思ったら、お兄ちゃんとお姉ちゃん帰ってきて、大変なことになってると。でまあこう入られへんし、どうしようかどうしようか言ってたら、お父さんがしばらくして帰ってきまして、あのまあ多分ちょっと申し訳ない気持ちがあってすごいかしこまったと思うんですけど、僕ら3人も並べて、ご覧の通り家の方には入れなくなりました。残念ですが、それぞれ頑張って強く生きてください。解散って言うと。解散解散、まあ、解散、はい、それで、まあ、あっけなく一家離散と、はい、終わる時ってそんなんなんや。はい、はい、はかなかったですね。はかなかったですね。すごいなそれは。集合のない解散やもんね。
その追い詰められたりしたらもう腹簡単にくくれんねんなっていう話ですけど、最近ちょっと僕新幹線移動が多くて、もう大阪東京行ったり来たりしてるんですけど、新幹線であの電話をマナーモードにしてて、なったらやっぱマナーとしてこのデッキでね喋らんダメじゃないですか、あのトイレの前ので、あのあ電話なったわ思ってデッキまで行って、あのもしもし、あ小林です、あのちょっと今新幹線なんでちょっと電波悪いんですけどみたいな、向こうももし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 みたいな、あすいませんみたいな言ってたらちょっとガンって揺れたんですよね。まあ、新幹線のあのトイレってちょっとした揺れでほんのちょっとだけフッて開いてドンってなるじゃないですか。でそのバンの間にこうおばあちゃんがこううんこしてるのが一瞬見えたんですよ。あすいません、あのちょっとすいません、あのおばあちゃんがですねとか僕もちょっと訳のわからないこと言って、あのもう一回ブーンバーンって当たるんですよ。おばあちゃんなんとかこう手伸ばしてこれを下ろそうとしてるんですよ。ちょっとおばあちゃんがですね手を伸ばしてみたいなので、おばあちゃんみたいな僕も言ってくれて、もう一回バーンって揺れた時にバンバーンって開いたら、開いてその一瞬にベータがもう普通にうんこしてるおばあちゃん。これ僕2000年に、あのザ・ウィンズ・オブ・ゴッドっていうお芝居をやらせてもらったんですね。今井正幸さんの下で、金太っていう役やったんですけど、ほんで日本語公演で1年間こう日本ずっと回って、で全部英語でハワイでやろうっていうあれやったんですね。で1年かかって日本回ってハワイに行ったんですよ。でハワイであのこう舞台やってた時の2日目なんですけど、その寺川中役のやつがおって、それがどんなシーンかって言ったらこうゼロ戦で最後突っ込んでいくんですね。そんで突っ込んでいく時にあのいつもやったらバンザイとかお母さんとか、それけどその寺川中尉っていうのはお父さん言うて、突っ込んでいくシーンなんですね。で英語やからファーザーじゃないですか、ファーザー言うて死ぬんですけど、そいつ日本語が急に出てもたんですよ。急に「音!」まで言うてまいったんですよ。ほんでやばい思って「音!」「ザーお父さん!」言うてハワイの人もハテナがパン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 って言ってええシーン、お父さんでいいじゃないですか。うちの社長っていうのがすんごいあの素早いのよ、全ての有名な方ですよね。マッハの浅いって言われてて、浅井社長でもあのゴルフのスイングは誰もスイングしたこと見たことないぐらい速いの。速いな。それもまずよくあのゴルフ場でティーショットをこうガーッとカメラに撮って10コマの臨界写真にしてプレー後によかったら2000円でどうぞって、その社長はお金払ったことないんですよ。最初の3コマにしか映ってないから、あと全部フィニッシュの7コマフィニッシュのまんまなんですげえな。そのくらいプロが取れないぐらい早いわけスイングが。で早いなと思って、であのうちにあの、木之内みどりっていうのが所属した時あったんですよ。でみどりちゃん、怪我はプレゼントするから買いに行こうかって言って、みどりちゃんもいろいろこう見てたわけ。みどりちゃんこれがいいんじゃないかこれって言うから、あそうですか、じゃあこれにしますってパッて見たらもう胸に木之内みどりって入ってた。社長とお寿司食べに行ったら、で俺こう食べてたら社長はもうあの板さんが置く前に空中で取ってマナー違反でしょそれ。僕の顔やから起こった悲劇やと思うんですよ、こういう顔つきやから。はい、僕バイクが好きで、夜中ずっと大阪でバイクをブンブン乗ってるんですよ。で腹減ったな思って、なんか夜中やってる食い物やないかなと思ったらラーメン屋があって、あここ行ったことないな、そこ止めて、でまあヘルメット脱いでラーメン入ったんですよね。もう夜中の2時3時前ぐらいだと思うんですけど、ほな50過ぎぐらいのスキンヘッドのヒゲのおっちゃんが一人やってて、あいらっしゃいって、あすいませんラーメンお願いします1個って、えーってやってる、
あれ兄ちゃん、なんか見たことあるな。うん、あ、もしかしたらそのテレビとかでチラッと見てくれって、まだ名前も覚えてくれてないぐらいなんだな。いや、テレビやったか雑誌やったか何か見たことあるなとか言われて、あ、もうそんなもん大したもんやないんで、あのラーメンくださいって、あんまかい。で、しゃーってラーメンできた、ラーメンおいしいって。で、食べたらむちゃくちゃうまいんですよ、これ、うん、とうとう見つけた、はい、この誰もこれ知らんとこやで、こんな場所のって、うん、で、スープがほんまに澄んでるのに濃厚で、うん、ほんでなんか二段に味がくるような感じなんですよ、うん、あ、これうまい、ここスープうまいっすわーって知ってたら、うまいやろっておっちゃんが言ってて、父ちゃんだって、うん、お前ラーメンやろこらーって言われて、娘の前と盗んでみーで、たまけ出そうか、おるなー、ぐらいで盗めるもんやったら盗んでみ言われて叩き出された。まあ、小林君とは昔からもう十数年の付き合いなんですよ。ほんでまあまあそのね、ちょっとその何て言うんでしょう、優しくて力持ちみたいなね、曲がったことは嫌いですよみたいな、男らしいよ俺はみたいなね、困ってる子がおったら助けてあげるよみたいな、ずっと本当にそうなんですよ彼は、昔からね、男らしいなというね。そんな小林君とですね、あるなんかあの劇場で元旦に一緒に仕事やったんですよ。ほんで仕事終わったんで、小林今日どうすると、もう毎日あの一緒に遊びに行ってるんで、今日どうするって言ったら、いやあの今日は元旦なんで家帰ります言うて、あんまか言ったら小林の電話が鳴ったんですよ。ほんならいつもこの温厚な小林が、分かってるわな言うて、えらい切れてるんですよ。誰やろと、じゃあ帰るよ、3つや言うて、めっちゃイキりながらお母さんにお餅の数で。森岡っていう、あの小学校の時の僕のちょっと友達がいまして、まあこれはまあまあ、田村に負けないぐらいのちょっと貧乏で、あの6人兄弟で、なかなかもうカツカツの生活で、あの一回びっくりしたのが、あの川があってその横に柿の木があったんですけど、そこにその森岡の弟がこう気がもううわーなりながら、背中にもう川が突きるぐらいの感じで柿を食べてた。食べたかったんやろ、柿大和大やったんですよ。そんな森岡君なんですけど、小学校の時に誕生日パーティーがあったんですよ。で当時その兵藤君の誕生日パーティーにみんな呼ばれて、この兵藤君がボンボンで、すごいもう何でしょう、当時もう新発売のおもちゃはすぐ持ってるような、でまあまあ食堂の息子でね、でそこの食堂を借り切ってです、借り切ってというかもうそこをもうね、お客さん入れずにそこでもう誕生日パーティーですよ。まあ僕らもまあ貧乏でしたけど、なんとかまあまあミニカーとか手ぶらでさすがに子供でも行くわけにもいかんので、小学校5年生ぐらいでしたけど、まあみんな持ち寄って、はい、森岡も呼んでるって言うんですけど、森岡まだ来てないと、はい、おいおい森岡大丈夫か、はい、全然お前あんなプレゼントとか大丈夫なのか、僕本当忘れもしませんよ、はい、誰かがその食堂のドアをこう開けたら、はい、森岡来たっていうのをね、当時なんか風も強かったんですけど、はい、横風を森岡がふわー受けながら、はい、手元見て愕然としたんですけど、はい、鉛筆3本も。吉本の先輩で、あの陣内さん、陣内智則さんで、はい、先輩が行って、であの僕一緒に宮崎に、あの行く仕事があって、はい、その時にあのちょうどあの飛行機に乗るまでに一回バスでみんな行って、バスでこう飛行機のそばまで行って乗るという、そういうような感じがありまして、その日がものすごいお客さんが多くて、でまあバス来て、でずーっと行ったら、もうこれ次のバスだと乗れるのに、乗ってくださいっていうのが多いんですよ。結構もうギリギリまで、もう立ちでもいいんで結構乗ってくださいっていう、一番最後尾ぐらいに追いやられて、で乗らなあかんってなったんですよ。最悪や、もうずっとギュウギュウやし、また立ちやんけみたいなことになってたら、
優先座席シートっていうのがバスにもあるんですけども、その優先座席シートっていうのは空いてるんですよ。うわ、優先座席シート空いてる、でも俺はここにドカッと座るわけにはいかんなと思って、先輩のジーナさんチラッと見たら足引きずって入ってきたんですよ。で僕に何も言わないとこっす。もうそっからあと飛行機乗るときどうすんねやろうと思って。まあ、あの陣内君の話が出たんで、あの陣内君って本当に天然なんですよ。もう陣内君のエピソード言っても、もう嘘やろと。屋台村みたいなのが偉い大阪で入ったときに2人で飲んでたんですよ。俺陣内ビール飲んでて、ビールバーって飲もう思ったらコースターがポローンって転がっていったんですよ。ほんで、あー言ってそれ追いかけて陣内店出たんですまあ、陣内君僕もよく知ってますけども、やっぱり上には上がおられて、やっぱりね、僕の知る限りやっぱベストワン、ナンバーワンは宇多尾いつじさん、これはすごいなと思ったのは、あの映画でもう共演することになりました宇多尾さんと。ほんでね、富士山の麓にあるもう本当田舎の3階建ての旅館みたいな、そこの3階に僕と宇多尾さん、あの、泊まってたんですよ。で、あの、まあ、いつも、その、映画の撮影が遅いので、現場でご飯食べるんですけど、その日だけ、たまたま、ちょっと早めに終わって、斜め前に一軒だけ居酒屋があるんですよ。ほんで、ズミア、あの、斜め前のあっこ行こうか、言って、あ、ごめんすか、あ、お願いします、言って。ほら、鍵をどうすると、これを、撮影の時は、もう絶対フロントに預けて、撮影行くんですけど、斜め前やしな、これどうする言ってたんですよ。ほんでも、兄さん、斜め前なんで、もう預けんと持って行ったらええんちゃいますかそうやな、言って、ほんで、預けずに、行ったんですよ。居酒屋でご飯食べて、ほんで、伊藤さんにごちそうしていただいて、ごちそうしたー言って、ほんで、帰ってきたんですよ。帰ってきて、伊藤さん、ポケットから鍵出して、フロントにドン置いて、帰って行ったんですよ。ほら、2階の踊り場で、あ、ちゃうわ。めっちゃ残念な生い立ちなので、家がなくなりまして、さっきの続きみたいな感じね。まあ、僕もお姉ちゃんも当時お姉ちゃんも思春期やったんで、あの友達に家がなくなったと言えずに、友達の家と公園とみたいな、行ったり来たりするみたいな生活を送ってたんですよ。で、だから公園と、はい、行ったり来たり、はい、公園と、時々公園でお姉ちゃんに、あ、お姉ちゃんも今日ここなんやみたいな感じで応対するんですよ。解散でした。僕一応一人で公園基本的に住んでたんですけど、まあ一応ね、公園って言っても野ざらしはきついと、で不運をしのぎ、そりゃそうやな、いくつの時よ、中学2年で14歳です。でまあ一応不運をしのぎようとこ探したら遊具があって、あの巻貝をモチーフにした中をくり抜いて滑り台してる遊具があったんですよ。まあ、でも一応多分恣意的には巻貝なんですけど、どう見ても巻き巻きうんこなんですよ。でまあ地元で巻き粉公園って言われてる公園があって、そのうんこの中に住んでたんですよ僕。でまあ僕ちょっと肌が一人茶色いせいで、あの当時夏休みから子供が遊びに来るんですよ朝、公園に。ほんだらなんか住んどると、うんこうんこのお化けが出るっていう。まさか暑いです。ほんでもうほんまにね、出て行けお化けと。これはかわいそうすぎるやろ。石投げてきよるんですよ。で、まあ、腹立つからどっか行けとかずっと言ってたんですよ。お化けちゃう神様じゃんとか。もうそんな言わないしゃあない、それぐらいは。ほんだら、あのある時出てって朝起きたら、頭に小さい家具が一枚置いてあって、あのずっと下痢が止まりません、どうしたらいいですか。神様に神様に生まれた。そうだ、3年4組山内優子が。うちの母親が11月の1日生まれなんですけど、これがキティちゃんと同じ誕生日。そうまあそれだけの話。まあ
そんな人生なるぐらいなんで、運がないようなんですよ僕、でまあほんまにちゃんとお金料金足りてるのに改札引っかかったりとか、かける意思ない電話とかめっちゃ多いんですよ、ポケットでガサ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 みたいな、かける意思ないけどかかってもうたみたいな、みたいな電話がほんまに2日に1回かかってきたりするんですよ。でこの間極めつけなと思ったのが、CD 買ったら入ってなかったんですよ。カードとケース3000円で買ってたんですよ。あれでしょ、だからあのビニールみたいなのついてんやろ、ついてない、剥がして取ってあれって。えぐいな、すごい、まだいじめるかお前のこと。もうええやろ、もうええやろ、世論もええやろ、世間許しさせてくれよ。すごいな。1個僕言うていいですか、なんで勝手なことする。福岡に仕事で行ったんですね、空港に、はい、そしたらちょうど西武ライオンズの選手がソフトバンクかなんかダイエーか試合があるかで、西武の選手もいっぱい来てて、で空港って修学旅行生がいっぱいいるじゃないですか、で修学旅行生がその西武ライオンズの選手見つけてすごいテンション上がってるんですよ、はいはい、あ松井和夫だカシャカシャカシャとか、あカブレラだとかカシャカシャカシャって言って、で僕も相方のジュンも野球好きだから、うわすげえねとか、こっちもテンション上がってたんですね、だけど松坂がいないんですよ、はあうん、あれおかしいななんて思ってたら、学生たちが一斉にバーってあっちの方に向かって走ってたんですね、はあ、あ、松坂だよ、松坂の方にみんな行ったよって言って、ジュンが、じゃあ俺ちょっと行ってくるってバーってジュン追いかけて走ってたんですよ、はあはい、学生たちの集合場所だったんです。そんな森岡くんなんで妹がね、はい、中学の時にテニス部に入ったんですよ、はいはいはい、でまあ僕らの中では何が森岡の妹何がテニスや言ってたんですよ、あんなもん金かかるし絶対無理やって言ったんですよ、でまあまあでも頑張ってたんでしょうけど、やっぱりまあ何の理由か分かんないですよ、はい、半年ぐらいで、はい、そう妹も結局テニス部を辞めたんですよ、はい、でまあまあ辞めたか、まあ、経済的な理由かとかって言ってたんです、はい、でそれがしばらくして、まあ、僕友達とまあまあ商店街というか歩いてて、びっくりした、愕然としたんですけども、森岡のお母さんが、まあ当時で言うても50前ぐらいのおばはんがですよ、その娘のお下がりのスコート着て開封してるんです。ミニミニですよ。森岡ひろみって僕ら言ってた。それでジュンっていう男がちょっと頭が悪いというか、物を知らないんですね、で僕がジュンさ、お前さ、いろいろ勉強した方がいいよ、言葉知らないとこれから大変だよって言ったら、ある日楽屋で本読んでたんですよ、あこいつはこいつなりに勉強しようとしてるんだなと思って、なんて本買ったのって言ってパッて見て、タイトルが言われっぱなしはもうごめんだって。